今回はですね、ミニチュア作家高橋克実さんの田舎のおばあちゃんの家という作品です。まあ、高橋克実さんは横須賀生まれの横須賀育ち、まあ、田舎がないみたいなんですよね。もしも田舎のおばあちゃん違ったら、まあ、こんな感じという、まあ、想像で作ったものです。まあ、時期的にはですね、これを見ると秋ですよね。まあ、枯葉が落ちています。柿がなっていますね。ここにこの柿の枝、いい感じで柿がなってます。そして屋根にはですね、猫が日向ぼっこをしている。あくびしてるのがいいね。なんかほのぼのとした感じが出てますよね。かやぶき屋根ですね。昔はね、田舎行くとこういう屋根結構たくさんありました。鶏がいて、この鶏がまた卵を産むんでしょうね。さらにこれをずっと回ってくるとですね、ここに大根が干していますね。大根、そして干し柿、さらには薪、きっとお風呂だとかも薪で炊くんですよ。ここに井戸がありますね。この作品もですね、この屋根が取れます。こんな感じです。台所ですね。薪で炊くかまど、これ井戸水ですよね。井戸水でここで料理を作る。いろりがあります。いろりっていいですよね。なんかいろりを囲んでみんなでね、食事をする。ちょっと詳しく説明するとですね、いろりがありますね。この黒い、ここは火棚って言います。この火棚っていうのはちゃんと意味があって、下で炊いた熱がですね、ここでこう拡散していくわけですよね。こう上昇気流をここでせき止めるみたいな役目をしているわけです。だから暖かさがこう全体に。そしてですね、ここに自在カニですね。魚、だいたい自在カニって魚多いですよね。そしてこう鍋をかけると、鍋の重みで頭が、魚の頭が下になって、そこでストップするようなね、高さ調整ですね。おひつがあって、しゃもじが、まあ、なぜピンセットを出したかというとですね、実はこのタンス、これ全部ね、開くようになってるんですよ。まあ、開けてこの中に何か入ってたらおかしいんですけど、ちゃんと一つ一つ全部開くように作られてますね。すごいですね。これここに美味しそうな野菜、上から見るとね、玉ねぎ、人参、じゃがいも、さつまいもかな、入ってますね。畳の部屋にはですね、火鉢とあんどんと、あとは、まあ、本を読む、もしかしたら詩吟だとか歌だとかやっていたのかわかんないですね。昔の家っていうのは床間がありましたね。そしてこの障子と襖、これね、こっちから見るとちゃんとこう枠があって、きちんと昔障子の張り替えだとかね、張り替える前なんかわざと穴でピン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 こうやって穴開けたり、よくやりましたね、僕が子供の時。これを見ただけで、何かこう自分の思い出だとか、映画の中で見た景色だとか、本で見た景色だとかね、なんかこういろんなことが空想できる。そしてこの家のね、匂いがしてきそうな感じがします。今日はですね、高橋克実さんの田舎のおばあちゃんちというミニチュアをご紹介しました。また次回お楽しみにしてください。